コンシャスラジオ。まあまあそんなことでカンボジアに行ってきたしな。そうやな。それの報告もちょっと、そうですね、せっかくなので、まあウェブ上でもいろいろちょっと展開していくけども、まあ簡単な報告を。そうですね、笑顔プロジェクトで、4月の1日かな、に大阪 の大阪盛り上げ隊の花見で持ってきてくれた人たちの分と、多摩川でバーベキューした時に、また持ってきてくれたやつと、合計まあ100人弱ぐらいかな、でもう荷物はもっといっぱいあったけどね、ぐらいの分をカンボジアに届けてきましたよと、小学校に持ってって。そうだね、はいはい、なかなか良かったんじゃないですか。どうですかね。いやいや、だから俺はほんまに救われるよ。俺は本当にだから、いろいろ思うところあってさ、まあ好きやから、そういう社会貢献するのね、昔から多分人と比べたらもうだいぶいろんなことをしてるけども、その度にいつも疑問符みたいなのが頭に残ってて、むしろ俺は、まあ、自分のそれも本にも書いたけど、なんかそういう社会貢献してる、なんかね、例えば俺やったら途上国の子供にお金送ったりしてるとかね、ずっと募金でもめっちゃするしっていうことは、俺の中でも恥ずかしいことやと思ってるっていうぐらい人に言われん、そんなことって思ったりするよね。で、この笑顔プロジェクトもいろいろみんなで考えてさ、誠中心に、まあまあ1年ぐらいいろいろ考えてこんなことやろうやってやりながらも、まあ一方でこれどうなんやろうっていう気持ち、いろんな面でな、どうなんかな、これってこんなことやってて、っていうのが実際行って、あの子供たちの目を見ると、あ、やってよかったなって、これ全然何も迷うことないんやって救われるね。本当にめちゃめちゃ嬉しそうやし、そうやな、ね、すごい救われた気になるな、なんかよかったなっていうふうに、まあまあ全部自分の中こう心の中のモヤモヤしたものが取れるわけじゃないけど、まあ、これやってることに関しては本当に全然やり続けたらええなって思うよ。だからやっぱりその子供たちが紛れもなく喜んでるから、なるほど。例えばまっちゃんとかってさ、そういうことダウンタウンのまっちゃんね、結構ネガティブに言うのよ。なんか芸能人がさ、そういう途上国行ってさ、子供抱いたりして写真撮ったりしてんの見てたらもうヘドが出るみたいな。もう子供がもう喜んでるから、それに勝る価値はないやんか。それにどんな、例えばお金が、汚いお金が回ってようが、芸能人が売名行為でやってようが、もう関係なくて、その現地の子供が喜んでるっていうところに勝る価値はないと思ってるから、まあ救われるはね、救われるし、救われた分、水上のうんこがいっぱい出たわね。もうシャッバシャッバシャッバ、この上なく臭いゲップいっぱい出た。Google アナロティクスがめちゃめちゃ痛かったからな、ほんまに。悲惨悲惨悲惨やったな。特にケンタは辛かったっぽいよ。だって俺と誠だから、夜ケンタ結構うんこ行ってたやんか。まあ俺とケンタ順番順番にうんこ行ってて、もうケンタがうんこ行った後、シャーシャーって言って、俺と誠も目合わせて苦笑いやったな、ケンタのうんこの音にな。いや、もう完全水やな。シャワー、逆ウォシュレット。やられるなぁ、やっぱり。いや、悲惨やったよね。してもあれは、あんなのなんか張ったことあらへん。そうだね、やられたね。いや、どう、ケンタは言ってて。いや、もうお腹どう、お腹の下り、いろんな意味で下りそうそうそう。まあでも本当に続けていきたいなって思うな。いや、ね、ちょっと話はずれるけど、現場主義をってよく言うやんか、クラッシュさんや。もう何よりもなんかもう不可侵なところにあるの、現場主義っていうものは。俺はそこ結構懐疑的で、別にいかんでええもんはいかんでええやろって思ったりするんよ。で、なんかいかな分からへんとか言ったら、もうその意見にはもう不可侵やんか、なんか。ああ、はい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 。けど別に何やろ、テレビで見たらええやんとか、何やろ、行ってみて初めて分かることがあるとか。それ想像力の欠如やろ。そう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 、いやいやいや、そんないかんでもええ時もあるでって思ったりするんよ。それこそ、まあそれは今よく言うのは、やっぱし福島にね、行ってみて初めて分かることがある。ああ、そうね。ああいうのは確かにそうやと思うね。まあ報道されてることなんて本当一部やと思うし、けどまあそれとは別でさ、また例えば世界遺産の何かとかね、やっぱ行ってなんか人生観変わるとか言ったりするやつおるやんか。おるおるおる。いや、そんなもんお前なんか今やなんやろ、NHK とかでめちゃめちゃ綺麗な映像でも見れるわけやしさ、空からのアングルとかでも見れるわけやしさ、むしろそっちのがいい体験できる。そう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 、とか思うんやけど、まあ本当に対人間で言うと、
行って初めてっていうのは本当に思うね。あの子供たちはなあ、かけがえのないコミュニケーションやな、うん、あれはほんまに食ったくのないわー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 寄ってくるしな。そうやな、うん、うん、ほんまに可愛らしい。そうやな、うん、よかったですね、ほんまそういう意味では。そうだな、うん、なんかないのフルーチュシェイクが美味しかった。フルーチュってあ、でもな、俺は兄貴かいな。兄貴はええわ、別にTake me to your heart, take me to your soul あのカンボジアで結構流行ってる歌やからねあ、まあでもあの闇な一面も見たね。あのカラオケボックスに連れて行かれてね、全然闇っつったって そんな別にこんな誰も知らないことじゃないやろうから、まあそういうコーディネーターみたいな人にね、日本語ガイドで兄貴って呼ばれてるやつが連れて行かれて、やっぱしまあまあ全然これは隠すことじゃないよね。普通はね、もうほんまになんかカラオケボックスに女の子、まあ娼婦やね、若い娼婦の人だからずらーってまあこっから選んだらええかなっていうようなところに連れて行かれてな、ドアバーン開けたら左右に女の子ずらーなんて2列ずつぐらいおったな。みんなバーンこっち見て、こっち見てこび言ってきて、まあ、めっちゃ香水の匂いすごかったよね。すごかったよね、うん、まあまあまあ俺らは別にそういう感じじゃないんでっていうふうに言ったけど、うん、もうその時の日本語ガイドのがっかり感がっかり感まあマージンがな多分入ってくるんだろうね、うん、あそこで、うん、いやでも次行った時は2人3人は買うって健太は明言してたいいんじゃない別に、まあ、いいよいいよ全然、うん、そこにまあニーズがあるんやからね、買う方買われる方金落とすっていう、そう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 なあ、複雑よなあ、うん、もうつい買ってしまいたくなるもんね。そうやな、あんだけ必死にでも、まあ、うん、だからそこでもちょっと明確にちょっと考え方示してくれへん、そこでも。いやあれはここでの問題になってるのは、ワンダラーワンダラー言うて、うん、街でこう、まあ、学校も行けずに、うん、親から売り子をさせられてるか、まあまあ自分でやってるのか分からんけど、うん、まあ、売り子をしてる子供たちがおると、うん、で、まあ、日本人とか観光客とか捕まえて、うん、まあ、ワンダラーワンダラー言うて、うん、まあ、小遣い稼ぎじゃないけど、うん、まあ、家のお金になるのか、うん、自分の小遣いになるのか、うん、まあ、結構そのもう生活の生活というか、まあ、稼ぎ手として、うん、まあ、やってっとると、うん、でそういう子たちに、うん、お金を出すことは一見その目の前の子供たちを助ける行為なの、のように感じるが、実はそうではないっていう人たちもおるよねと。ね、それお金出したらあかんっていう人は結構おるもんね。でかといって、じゃあそこで俺らがお金出さへんかったからといってその子の生活が変わるわけでもないんだとしたら、むしろ出してあげた方がいいんじゃないかって。単純にな、うん、ワンダラーって言ったら、だから今なんか80円ですよ、だから、うん、ワンダラーって言われたけど、50ダラー出したろ、100ダラー出したろって、やってもええんちゃええわけやんか。それがなぁ、どう捉えていったらいいのか、どう捉えていったらいいのかやな。でもそこでワンダラー出したって何も別に変わらへんしな、広い海辺の一個のホコリをペッと取っただけやしな。でこっちの子にワンダラー出したら他の子もバー来て、この子らボン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 上げててもキリないし、あ、難しいよなあれな、ほんまに。あれはもう難しいよ、どうしていいか分からへんもんな、マジで。もうでもなんかそのワンダラーあげるあげへんの問題はちょっとその俺があかんって言ってる人がなんであかんって言ってるのかがよく分からへんから、あの難しいけど、あれもう今回っていうか、俺は笑顔をやるって決めた時にもう一番最初に決めたのは、不公平には目をつぶるっていうことに決めたんですよ。っていうか俺は社会貢献活動というものが全部やっぱそことの戦い、そこの葛藤との戦いやんか、うん、俺が投げる1万円でも10万円でも100万円でも何でもいいけど、うん、によって救われる誰かがいる一方で、うん、救われない誰かがいるよねと、うん、あると活動にコミットすることはよその活動を選ばないっていうコミットでもあるよねっていうこととのせめぎ合いで、うん、じゃあその優先順位をどうつけんねんみたいなことが、まあ、難しいというか、うん、なんかこういつもそこにふがふがしとったんやけど、うん、もうしょうがない、うん、だから今回行ったロカーコンボルの小学校の子たちにあげられて、うん、よその小学校にあげられないことも、うん、もう別にそれはしょうがない。だから目の前の、そう、目の前の子供たちが、
たまたま俺と出会ったことによって1ドルもらえるんだったらあげればいいじゃないかって、うん、なんか俺はもう思うようにした。でも物売りあげてなかったんじゃない？あの時はそういう考えにまだ至ってなかった。そうそうそう。あの時は単純にあの別にあげたいと思わなかった。あ、そう、うん、あの途中で心がいたんだけど、うん、必死さに、うん、あの必死さはでも何の必死さなんだっていうところはあるけどな、あの必死さ、うん、でもだからあれ誰かがあげてるからあんだけ必死になるわけよ。ほんでまたってことやな、うん、なんか商売の仕方としていけてないもんな、うん、まあでもああやらない売れへんのやったらいけて一番いけてるのかもしれんけど、いやでもな、そ全然関係ないけどな、ビッグイシューをな、うん、ガチで本気で売ってるホームレスのおっちゃんおるやんか、結構おるで、横浜とかでも。この前バッチョとそれなんか横浜買い物行った時にもうガチすごいね、もう売りたい欲が、お前他に仕事いっぱいあるぞっていうその熱意があるから、あればすごかったから。どういうこと？いやなんかもう声も張るし、ビッグイシュー何円何円みたいな、何々特集何々みたいなことずっと言ってて、あれって何やったっけ、550円かなんか入んやったっけ、200円のうち50円か、50円が入るのか、いやいやいや、お前だってそんなもんあんだけ頑張っても1時間にまあ1個売れるか売れへんかやんか、ビッグイシューってあれちょっと買いにくいしね、気持ち悪いというか怖いから、50円やろ、あの熱意あったらローソンに、あそうやな、行ってくれって、少なくともドカチン行ったら、そう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 、8000円になるから、いやほんまに不思議な気持ちになんで、なんでそんなに一緒にビッグイシューを売るんやろっていう、あれはようわからんよな。なんか副業としてビッグイシュー持ってるとかまだわかるやん、うんうんうん、一応なんかこうリアカー引きながらビッグイシューはこう看板つけてて、欲しいって言われたら売るみたいな、でも俺のメインの商いはアルミ缶拾いですみたいな、うんうん、ビッグイシュー街角で売るっていう、いやガチやったマジで。まあそうか、まあそんなことで、まあ次はいつぐらいに行きますか、のことでも来年また行きたい。そうやな、うん、またちょっと違う、でもなんかちょっといろいろウェブを使ってもうちょっといろいろ考えたよね。あ、俺今回カンボジア行って決めたことあった。マジで、うん、俺ちゃんとカンボジアちゃんと笑顔プロジェクトをやるって決めた。遅い遅い、やってそれ。じゃあ俺なんかこうやろうやろうと思ってやっぱつい後回しにしてまうやんか、いろんなことを やりたいことめっちゃあんねんけど、うん、全部こうぽいぽいぽい後回しにしてたんやけど、うん、ちょっともう俺ここらでちゃんとやろうって、うん、あの改めて思ったし、まあまあここ基地もできたしね、そうなんでやらな近いわけやし、ユニクもおるし、イメージもついたからいろいろ、うん、ちょっとちゃんとやろうと思って、うん、もうそうだね、ここらで俺はちょっともう、うん、笑顔かなりやっていく所存やから、うん、俺もあんまり現実的な話じゃないんやけど、俺あの本を作って一応本初版のまあ500部作って400部売ったらその収益のちょっと一部をまあ何かしらの形で役立てようと思ってて、社会にそれどんな方法がいいかなと思っとったんやけど、あの小学校行った小学校にバレーボールのコートを作るっていうのは結構いいかなっていうのは思ってるな、うんね、本もちょっと頑張って売って、まあもうだから趣味でいいよね、だから自分がそのやりたいからやると、なんかテンション上がるからやると、で深いこと考えんと、だってまあほんま喜んどるからな、うん、それでいいでほんま、それでいいよな、うんうん、あの全然関係ないけど、あのアジアに行くとさ、うん、結構あそこはだから仏教でしょ、で、うん、イスラム教徒の人も結構あるけど、こうやって手合わせてお辞儀するやんか、うん、アジアの人って、うん、あれいいな、あれすごいいい気分になるな、うん、こっちもこうやってやって、いいなんでやろ、あれは日本人もやったらいいのにね、あれいいよな、あれはいい気分だね、子供とかもみんなやるもんな、うん、あれはすごいいい気分だね、あれ偉いよ、しかもこう欲しくてこうわーって来てんのにもらう直前にやっぱこうもらうより前にさっきこう手合わせてな、うん、あれいいですよ、あれを日本でもぜひ、そうやな、コンシャスラジオ